皆さん、フラッグフットボールという競技ご存知でしょうか。2028年ロサンゼルスオリンピックで採用候補となっている競技です。今回は小学生たちがそのフラッグフットボールを体験するイベントを主催しました。アメリカンフットボールをもとに作られた新しいスポーツ、フラッグフットボール。6年後に行われるアメリカ・ロサンゼルスオリンピックで採用される競技の候補にもなっています。アメリカンフットボールとの大きな違いはタックルがないこと。守備側の選手は攻撃側の選手たちの腰についているフラッグと呼ばれる布を奪うことで攻撃を止めます。タックルをはじめとした体の接触がなく、より安全に試合を行えるので幅広い層が参加できるスポーツです。そのフラッグフットボールの楽しさを知ってもらおうと、今日足立区の小学校で体験イベントが行われました。区内を練習拠点としているアメリカンフットボールチーム電通キャタピラーズの選手たちが3年生の2クラス相手に熱血指導。中には転んでしまい足をすりむいた子もいましたが、それでも頑張って立ち上がり、コーチからのパスをナイスキャッチ。最後は笑顔を見せていました。オリンピック競技候補のフラッグフットボールをたっぷりと楽しんだ子どもたち。ボールと一緒に抱えて走るのは将来の日本代表という大きな夢です。このフラッグフットボールが難しかったんだけど、だんだん楽しくなってきて、最終的にはすごいできるようになりました。初めてやったけれどすごく楽しかったので、またやりたいと思います。将来オリンピックに出てみたいです。